さんおはようございます。のーぴです。寝起きのーぴ。それでは脳の画面に映っているファーストコメントさん発表したいと思います。いつもありがとう。 Thank you。 ありがとう、ありがとうございます。前からずっと伸びをしたよ。ありがとう、ありがとうね。皆さんおはようございます。おはよう。今日のベストギフトさんを発表したいと思います。ファーストギフト、いっちゃんさん Thank you、 ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。すごい、なんか6時半ぐらいに起きたんですけど、やっぱりまだ眠いです。6時半に起きちゃね、まだねギリギリ1時間経ったんで、まだちょっと眠いです。寝起きが目、ね、今日ね目がね片方ね変なのよ。ほらわかる？いつもの目じゃないんよ。こっちが、こっちはどうかわかんない。でもねこっち側がね変なんよ。こっち側が変なんよ。すごい。いっちゃんさん、綺麗なの、あの好きな花を一つありがとうございます。この画面が普通に変わってる、普通に戻ってる。あたりさん、ハート100個ありがとうございます。キュンキュンドーン、イエイ。ハートのびっくりマークさん、とうとう一つありがとうございます。たちゃんさん、初見さんですね、のーぴです、よろしくお願いします。今日見てくださってありがとうございます。ぜひこちらのフォローボタンを押してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。気抜けのアピ。皆さんおはよう。たくさんお花ピー。のぞみおんごさん、かわいい2つありがとうございます。おはよう。おはのあです。今日すごい眠い。そうね、朝だからね、皆さんバタバタしておりましてね、眠い。やっぱりダメだ、眠いよ。眠いよ。あ、10分ぐらいしか見えない、残念。おー、番組の時間が見えないっていうことですか。番組の時間が、そう、眠いにゃんこ。すごい眠い。あ、メトーボさん、ゴールデンウィーク明けの仕事頑張ってください。ノアの配信を見てからお仕事頑張ってください。でも8時ぐらいから、7時とかから始まる方もいらっしゃいますよね。そうですね、ノアの番組が終わったらギフトを読んで壇上のお礼をして、ノアピヨンドをして、ん、違うな、終わりたいと思いますので、はい。ねえ、会えたらいいよね、本当に。あー、ノーピアさん弱い。
二度寝しちゃいそうになるでも一応起きる。山帰る冬眠、冬眠しちゃうの冬眠しちゃうの。そう、目が覚めてないよ、やばいよね。眠いよ、眠いよ。せいやさんのあの好きな綺麗なお花を一つありがとうございます。山派海派終わったのかな。昨日までだったんだね。あ、シンガポールは1時間差か。そっか、時差があるんか。こうあるからね、名前が思いつかないんだが、これがあるから時差があるのね北海道と広島でもちょっと違いますよね。ほんのちょっと聞いたことある。それは N164 さん、おはようございます。おはよう。そっか、終わっちゃったか。私ね、あの画面すごい気に入ってたんですよね。なんだか気に入ってたんですよね。アメタボさん、バイバイ、またね。もうあの番組が見えない。うん、残念。バイバイ、行ってき、行ってらっしゃい。お仕事頑張ってください。バイバイ。日の出と日の入りの時間が、そう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 、日の出と日の入りの時間が違う。で、私ね、なんか一番北の国あるじゃん、国島があるじゃないですか。あのこう軸があって、その軸の一番てっぺんと一番下じゃあるじゃないですか、南極と北の一つで。そこはずっとなんか日が出てるらしいですよ。初めて知りました。スケヒナさん、ハート一つありがとうございます。ありがとう。キョウさん、おはよう。カズさん、おはようございます。そう、一日中日が出てるんよ。なんか夕方みたいな感じ。朝が、朝とは夜の間もずっと日が出てるから。そう、出たら、あ、かおりさん、かわいい一つありがとうございます。お、え、そうなの。あれ、東京とも違う。ほん、夜はね、ちょっとね、ちょっと用事があってね、できないんだよね。できないかもね。うん、できないかもしれない今日は。うん、おじぱんしーさん、おはよう。一つ偉くなったってどういうこと。一つ偉くなった、のぞみ4号さん。え、すごいね、のぞみ4号さん、一つ偉くなったの。あー、おめでとうございます。え、私、そうかな。別になんかお風呂入って髪の手入れをして、オイルとか塗ってドライヤーして、櫛で溶いたりして、で、まあいい感じになってますよ。でもね、寝起きはね、ちょっとね、髪がね、こういう状態なんよ。なんかふっさふさ今日のね、朝なんかひどかったんよ。もうね、本当に前髪が、あのもうね、この前髪がね、あのこういう状態でミーってなってて、ちょっとね、おかしい状態だったんですよ。直したんですけどねあ、東京とも30分ぐらい違うんか。あ、そうなんだね。あ、よかった、今日は皆さんのところにいい感じで見えてると。よし、では番組の時間が始まったので、テロップを、はい、それではやっていきたいと思います。準備をします。少々お待ちを。
ノーピお姉さんのお天気占い、ノーピ流鬼門遁行の時間が始まりました。皆さん、ノーピルームへようこそ。それでは今日もやっていきたいと思います。ででん、これはこの間クイズしました。今日は県庁所在地クイズをしたいと思います。はい、それではいきますよ。広島県の県庁所在地はどこでしょう。1番、2番、3番、はい、どれでしょう。どうですか、皆さんお分かりでしょうか。はい、分かりましたか。うん、おおおおお、当たってる方がいらっしゃいますね、いらっしゃいますね。はい、1番、2番、3番、あ、ちょ、間違えた。1番、2番、3番だ、ごめんなさい。1番、2番、3番です。はい、どれでしょう。え、まあこれはさすがに広島に住んでる方なら絶対分かると思います。はい、それでは答えは、おー、皆さん合っていますね。3番です。はい、1番は三好っていうところで、はい、ぶどうがすごい美味しいところです。ピから始まるぶどうがすごい美味しいところです。そして2番は、さあこれはね、福山市です。はい、アッシュの福山港があるところです。バラ町とかある皆さん知ってましたか。2番は福山市です。そして3番は正解、広島市です。広島市はね、すごい大きな市で、南区、東区、西区、あと中区、あとね、朝南区とか朝北区とかが、ノアはちょっと知ってるかな、全部言えたかな。今大きな市があるところです。皆さんすごいですね、正解しましたね、イエーイ。それではノアの今日のお天気の占いをしていきたいと思います。天気占い、今日のお天気占い、5月9日の天気は、午前中は曇りの予感です。そして午後は晴れの予感です。はい、今日は午後につれて暑くなるかもしれませんので、半袖だったり、まあ薄手のものを着たらいいかなと思います。はい、どうかな、当たってるかな。こんな感じです。はい、なんか東の方では雨が午後は降る予定、予感なので、多分そう、予感なので、まあ傘を置き傘とか持って行ったりすると良いかもしれません。それでは続いてラッキーカラー占い、はい、ラッキーカラー占いです。はー、今日のラッキーカラーは、そうだな、いきますよ、ナーピが引かせていただきます。よいしょ、お、水色、虹色の中の水色がこれです。水色です、イエーイ。ノーピカラーに近かったな、ノーピカラーに近かったですね。今日はこういう水色のものを身につけたり、カバンにしたりとか、あとは
なんだろうな、水色のペンライトとかを持って持ったあのお出かけしたりとかするといいことがあるかもしれません。それでは皆さん、のあぴでした。のあぴお姉さんでした。 Have a good day! バイバーイ。これでのあぴお姉さんの天気占いコーナーを終わりたいと思います。ピンポンパンポーン。はい、どうも皆さん、のあぴです。やっほー。意外と今日もね、皆さんよくわかりましたね。緊張症第一、これ可愛かったでしょ。自分で作ったんですよ。可愛いでしょ。なあ、なあぴマイクです。なあぴお姉さん、あ、よくわかった。よし、よかったね。え、まあ外れたらごめんね。あ、本当？ちょっとハワイアン感ある？あ、カチューシャがね、鼻ですごい覆われてる感じ、いいでしょ、いいでしょ。そうそうそう、水色。そうだね。あ、STU の T シャツとか着たりするといいことがあるかもしれません。いいことがあるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいかもしれませんので来てみてください。よし、それではノアピオンドしていきたいと思います。あ、セミさんのあの綺麗な好きな花を一つありがとうございます。のぞみ4号さん、ハート10個ありがとうございます。ありがとう。デイビッドさん、丸10個ありがとう。よし、それではノアピオンドしていきたいと思います。今日は説明はなしです。ですので今日はペンライトです。だからペンライト、バイオレットとブルーにしてますか。それではいきますよ。はい、予告していましたけどね、ちょっと待って、いきますよ。せーん、お手を拝借よー。ピッピッピのアピ、ピッピッピのアピ、ピッピッピッピのアピ、イエーイ。はい、皆さんこんな感じでいつもやっています。ささ7拍子のリズムです。ピッピッピのアピ、ピッピッピのアピ、ピッピッピッピのアピ、イエーイ。太鼓風にやってみました。楽しいね。それでは続いてスクショタイム。スクショタイムです。今日はどうしようかな。ごめんね、すごい大きなもの落としたね。スクショタイム。よいしょ、アラームが鳴っている。よいしょ。ちょっと待って、ノアピお姉さんなので。
写真が撮れましたでしょうか。いい写真が撮れたらいいな。それでは壇上のお礼をさせてください。あ、ハートのびっくりマークさん、ペンライター10個ずつありがとうございます。それではお礼をさせてください。いきます。トゥッティンスタックさん、 Thank you, see you, またね、また来てね。 And 12, のぞみよんごさん、 Thank you, see you, バイバイ、またね。 And 11, たしくんさん、 Thank you, see you, またね、また来てね。 And 10, トーマさん、 Thank you, see you, 今日は来てくれてありがとう。 And 9, ヒデさん、 Thank you, see you, またね、また来てね。 And 8, 韓国ペンギンさん、 Thank you, see you, バイバイ。And 7th 小笹山さん、 Thank you, see you, bye bye. And 6th Lovely 48さん、 Thank you, see you, bye bye, またね。 And 5th ビッグエブさん、 Thank you, see you, bye bye, またね。 And 4th エリオルマルさん、 Thank you, see you, またね、今日は来てくれてありがとう。 And 3rd ハートミックリマックさん、 Thank you, see you, bye bye. And 12th デビットさん、 Thank you, see you, bye bye, またね。And the first is あたしさん、 Thank you, see you, bye bye, またね、また来てね。 Thank you very much。 皆さん最後にこちらのフォローボタンを押してから、のアピとバイバイをしてください。いきますよ、せーの、はい、ポチッ、できましたでしょうか。イエーイ。それでは皆さん、バイバイ。のアピお姉さんとのんぴでした。イエーイ。